中古車大手ビッグモーターで相次いで不正が発覚。ヘライちゃん、今日はかなり深いよ。車を売るならビッグモーターで有名な大手中古車販売買取業者ビッグモーターで、フライデーが熊本浜線店で働いていた A さんから不正の動画を入手。なんとその動画には工場長が保険会社の審査を通すために提出する写真をどう撮ればいいかレクチャーする中で、意図的にタイヤをパンクさせ、いかに保険会社に自然にパンクしたか見せるよう細かい指示がなされてた。タイヤの側面からポイントを探し、ネジをドライバーでグリグリとしてタイヤに穴を開け、その後は銘柄を撮影してくださいと当たり前のようにわざとパンクを促す工場長が撮影されていた。しかもこれ客の車、そんで工賃を水増しし請求するという不正品、完全にアウト。まあ、こんな風に車検の不正も横行してて、ビッグモーターは無資格車による検査や代筆が当たり前で、この熊本浜線店では58台の不正が発覚し、実際は1000台以上だと告発者 A さんも語ります。なぜそんなことをするのか、その背景には店舗ぐるみの理不尽なノルマがあり、本社は具体的な指示を出してないと言ってるけど、現場は苦境に立たされていたという可愛いちょ。まあ、そんな自らの手で車をぶっ壊すビッグモーターの CM がこちら。高くは買い取れませんね。車売る前にお店選ばなきゃ。ビッグモーター、そのまんまやん。ビッグモーターの創始者金重さんはこの会社を1台で築き、とてもやり手社長で自社在庫数5万台の業界トップになり、名実ともにビッグな男なのになぜ。でそんな中、元ビッグモーターの社員で日本一の車販売を自負する中野優作 YouTuber さんがこの件について動画出してて、彼は2016年にこの会社の不正に伴う政治闘争に巻き込まれて会社を辞めてしまうんだけど、動画の中ではこの金重社長を今も大尊敬しており、この会社の不正は内部の人事交代による労働環境の悪化だと見解を述べており、数字を重視する経営戦略に強い疑問を感じていたことを声を詰まらせて語っていました。中野氏曰く、会社には買取も板金も修理も売上の数値派とサービス重視の現場を愛する派がいて、現場派のほとんどが辞めているとのこと。そう、関西人なら知っているのはこのビッグモーター。実はあのサービス満点エロい CM でおなじみの花店中古車センターを吸収して大きくなっているのだ。男はブレてはいけない。あなたはビッグモーターへ。 CM エロで今の広告は数字ばかり目立ちます。さらにビッグは営業不振店長に罰金制度があり、嫌でも売り上げ上げないと減給もあり得る仕組み。そりゃパワハラも横行するよ。で一部ネットではあの有名なヤバいコンサルが入ったとも噂されております。そしてもう一つの YouTuber シャチグジャパンではビッグモーターを辞めた社員の書き込みが掲載されており、その内容をまとめると、かなりブラック企業だったとのこと。成績重視で年収1000万超えがゴロゴロいるが、サービス残業は当たり前、パワハラだらけで、現在労務環境は改善してるけど社員同士はギスギスしてる、新卒の半分以上が辞めちゃう始末とのこと。これねビッグの採用チラシなんだけど、26歳年収1500万円よ。営業やばくね。オリコンの顧客満足度ではちょっと下の方でしたね。自社在庫数日本一なのにね。まあ、ビッグモーターって以前から保険金不正請求問題とか不正がバレて、ビッグタイヤ保証サービス廃止とか相次いで不正が発覚して、去年2月には滋賀県琵琶湖森山店に不正改造などを理由に運輸局から業務停止処分が下されたり、さらに今年佐賀県と熊本県の店が車検の不正などを理由に運輸局から保安基準適合証の交付停止や民間車検場の指定取り消し処分を受けてて、もむじゃぐじゃ、とにかくやりすぎの会社なのよね。なのよね。そのヤフコメンがリアルなの。知り合いがビッグモーターで点検や整備は安いと喜んで入庫していたが、今回みたいに点検の時にパンクさせられて、車はパンクしてましたよ。このまま乗ってたら危なかったですね。ビッグモーターさんのおかげで安心して車乗れます。ディアさんよりしっかり見てもらえますね。と自作自演で信頼を獲得しているのでは。そうなのでは。知らんけど、まあ、これについて我思うに、数字と理念って本当に兼ね合い難しいよね。本当大手回転寿司もそうだけど、競争すればするほど会社は頑張りすぎるから、社員同士潰し合うのも仕方ない部分もあるし、理想ばかりは語れない。だからといってここまではやりすぎってブレーキかけるのが偉い人だと思うんだけどね。そこで数字を選んでしまったマツルなんだろうけど、業界全部が潤ってたらこんな風にはならないからね。はぁ、あ。
方。そうと、今一度、ぜひチャンネル登録とベルマークを押してほしい。これは命令だ。いや、お願いです。せいなら。せいなら。